こんにちは、そばらじ工房です。今日はですね、ブログと YouTube、 副業にはどっちがおすすめなのということでお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい。で、現在ですね、そばらじ工房ですね、2019年の9月に YouTube の動画の本数がですね348本で、ブログの記事が154記事投稿してみました。で、その経験に基づいてね、こう分かった事実をね、ちょっとこうお伝えしていきますね。いきなり結論言いますね。どっちも収益化目指すのは簡単じゃないよってことです。はい。ブログもですね、 YouTube もですね、れっきとしたこれね、ビジネスっていうか、こう新規事業なんですよね。はい。で、新入社員がですね、こう会社に馴染むまでですね、仕事を覚えるまで、まあ最低でもこう2、3年とかかかるじゃないですか、ものになるまで。はい。あとですね、こう新しい事業ですね、こう自分でフリーランスとかビジネスしたり、会社とかでビジネスしたりもですね、ある程度のこう収益を認めるようにこう回り出すまで、やっぱり最低でも2、3年って、これは常識なんですよね。で、ブログも YouTube もですね、これ同じことで、やっぱり2、3年はこう続けないと全然ものにならないよっていうことです。私のやってるこのジャンルですね、天然素材の衣服作りとか、こう民族音楽とか、まあ、かなりニッチのジャンルなので、私もうちょっとこうメジャーなジャンルとかだったらもっと狙えると思うんですけど、こう YouTube とかブログとかでこう収益をある程度上げるようになるまで、やっぱり最低でもこう2年はかかるだろうなとか実感してます。で、実際にどんなペースでやってるかというと、毎日ですね、そうですね、平均してまあ2時間から3時間はがっつり集中してブログと YouTube 両方更新してます。で、 SNS とかでね、フォロワーがすでに1万人以上いるよとか、特定の分野でこの業績を出してるこう有名な人とか、まあちょっと有名なこうブランドのオーナーさんとかだったら、まあだいぶ早いと思うんですけど、それでもですね、やっぱり半年以上毎日 3、4 時間はやっぱりフルコミットしないと、なかなかこう収益が出る結果に結びつくのはね、はっきりして難しいと思います。まあ、本業もあるので、やっぱり1日限度が2、3時間が限度なので、ブログをですね、ブログである程度こう何を喋るか、どういうトピックでいくかとか、こういうスプリクトみたいな感じ でこれをこうペラペラこうめくってって、これをこう見ながら、話の軸がぶれないようにって感じでこう目の前に置いて、でこれを見ながら、ね、こう皆さんの前でお話ししてるってね、そういう手法ですね。なので私がやるときはこう、まずまあ、大体こうお話しするときはこう、まずブログでこう全体の構成を組み立てて、でそれを見ながら撮影して、で撮影した後にまたパソコンにこう落として、でパソコンのファイナルカットプロっていう編集ソフトでこう編集してって、 YouTube にアップロードして、で YouTube にアップロードしたら、またこのブログにもリンクを貼ってって感じで、でブログと YouTube をこう同時進行でやってる手法ですね。で、YouTube だけやるとかブログだけやるとか、どっちかでも全然いいと思うんですけど、どっちかの動画とか記事ができたら、どっちをやるにしろ SNS とすぐに絡めて拡散するって、はい、これすごい大事です。はい。で、好きなことばっかり発信してても全然ダメってことなんですけど、はい。で、これ自分にもすごい言ってるんですけど、好きなことじゃないとやっぱモチベーションをこう維持するのって難しいですよね。事実としてニッチすぎるジャンルですね、マニアックすぎるとやっぱり難しいんですよね。で、そもそも興味持つ人がやっぱり相対的に少ないので、でそんなわけで楽器の演奏とかですね、あと楽器の修理の仕方とか、その辺に関しては私英語で発信するようにしてますね。どうしてもこう日本って、まあ、1億人以上も人口いるけど、こう、まあ、民族楽器とかのこうそもそものこのマーケットがめちゃくちゃ小さいので、まあ、英語で発信したら、まあ、インドでもパキスタンでもアメリカでもヨーロッパでも、まあ、見てくれる人がダッと広がるので、はい、やっぱりニッチなジャンルだったらね、こう英語で発信するってね、ありだと思いますね。はい。で、自分が好きなことっていうより、他の人から自分の中にあるもので価値が生み出していけるようなもの、これがね、本当ベストだと思いますね。こう自分の好きとかはね、正直言ってこう度外視してニーズに 100% コミットするって、まあ、その方が多分ね、こうビジネスとしてはね、効率がいいと思います。でもまあ私はまあこういった仕事をずっとやってきた関連で、こう今までの経験とかに基づいてこういった動画を更新しております。大変すぎてね、こう辞める人多いんですよね。だって普通に考えてですね、こう社会人として普通にこう働きながら、まあ週休2日とかだとしてもですね、毎日休まずにですよ、働いてる日も休みの日もですね、休み全部なしで集中して2、3時間はやっぱフルコミット絶対必要なんですよね。少なくとも半年以上は。
っていうことはもちろんこう遊ぶ時間とかもほとんど削られるって感じで、飲み会なんてもう全然もう言語道断っていうか持ってのほかって感じなんですよね。で結構ねやっぱりこうそう甘くないよ、厳しい世界ですね。かなり始める人はねやっぱ簡単に稼げるよみたいな情報すごいあるじゃないですか。確かにあの初期投資費用は他のビジネスと比べてすごいこう低いんですよね。例えばスマホを持ってたりとか、まあ、パソコンを持ってても持ってなくても、まあ、簡単にこうアップロードすれば、まあ、とりあえずこう動画のこう作品にはなって YouTube とかもアップロードできるじゃないですか。続けながらやっぱりこう試行錯誤して価値を生みつつ長く続ける、まあ、これしかないと思います。で、あの多くの成功をしておられる方もこの同じようなことを断言しておられるのでこれは事実です。はい。で本業に絡めることです。こうすぐに効果もあるんですね。はい。でね、やっぱりこう長く続けないと効果出ないよと言ったんですけど、今やってる本業ですね、例えばフリーランスとか、まあ、もちろんこう会社とかでなんか製品作りしてる人とかもですね、新作の発表の場とかこう作品のこう制作プロセスとか、僕の場合はこう現地のこういろんな海外で作ってる布の産地のレポートとかでこうセルフブランディングっていうか、こう自分がオリジナリティで自分しかやってない仕事を動画とかでストーリーに基づいてこうアップしたりやっぱりできるんですね。それってこうすごい強みでですね、こう実際にこう展示会とかライブでですね、こう SNS 見てくれたよとか、あとそうですね、 YouTube 見てくれてこうコメント来て、それでこうライブとか展示場に足を運んでいただいた方とかも結構ねこういらっしゃるので、その辺はやっぱりあのその辺のこう効果ですね、こうかなり絶大だと思います。なので、まあ、YouTube とかブログそのものからこう収益出すのはねやっぱり難しくてかなり時間かかるんですけど、今やってることにですねこう絡めて発信していけば結構こう簡単に効果が発揮できるという側面もあります。はい。でそういったわけでですね、こう10月の25日27日2019年、門前仲町のギャラリーチャービーで、素晴らしい工房の展示3日間やります。で大体お昼から夜までですねこうやっているので、はい。でイベントもこう3日間組んでるんですけど、トークイベントとかライブイベントとかですね、そのイベントのはこう、あ、こうイベントに参加しなくてもその他のこうお昼から夜までの時間でこうプラッと遊びに来るのも全然 OK です。で楽器の話聞きたいとか、あ、新作の服見たいとか、で動画見てるの話してみたいとか、もうそんなんで全然いいので、ぜひぜひですね気軽に遊びに来てください。はい。最後まで見ていただいてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とか LIKE ボタンとかいただければ幸いです。それではまた失礼します。さようなら。